はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から質問いただきまして、その質問に対してのご回答させていただきたいと思います。これが結構ね、いろいろと質問をよくいただく方なんだけど、まだちょっと文章をそのまま読まさせていただきたいと思います。アグネさん、またまた質問ですということで、2点いただきました。1点目としては、今後はね、コロナ以前より頻繁に海外旅行をする人は減っていくと思いますが、ズバリ航空券やツアー料金はかなり高騰するのでしょうか、ということです。現時点で昨年と同じコース、同じ時期出発日がすでに5万円から8万円跳ね上がっていますと。現段階では最高の見通しがつかない今、申し込み確保、会社運営のために、ね、料金を高めにしているんだろうと思いますが、渡航見通しが立ったら旅行会社も競争なので最初は下げるような気がしますということなんだけど、まずこの1点目の質問に関してお答えさせていただきたいと思います。これはね、いわゆる需要と供給の関係なんですね。だから需要があれば、需要があればね、それだけ高くはなってるんだよね。じゃあ需要がない場合は、あんまり人が来ない場合はちょっと安くしてって、じゃあちょっとこれ入れてくれるかなって思ったりするんですね。もしくは競争の原理っていうのがあって、他社が同じように何社か出してった場合ね、やはり競争です、こっちに取られたくないからちょっと値下げしてってって感じになっていくんで、いわゆる他社が同じように出していけば競争の原理ということで下がっていくっていうのが普通のことですね。例えば航空会社なんかもそうなんですよ。例えばね、地方のどこかの空港から北海道もしくは沖縄に行く場合にちょっと値段高いんだけど、国際線も出てるような空港に行くと、いろんな、ね、会社が運航していて、その結果競争ということで値段を下げていってということで、結構そっちが行くと安かったりする、そういったものと一緒なのかなって感じはします。なので、最初はね、コロナ以前より安いかどうか、コロナが例えばね、収束しないと一般の人はなかなか行けないんですね。だから前に精査していただいた、海外に行けるか行けないかっていう質問に関しては、行ける人は行けるってことを伝えさせていただいたので、これは、先ほど伝えさせていただいた通り、いわゆるその定年退職された方とかね、個人事業主とか、自分で会社経営してて、会社職みたいな人で、ある程度も自由が利く方とかね、投資家とか、あとは地主とかね、そういった人々だったら自由に行けますよね。だから向こうに行って2週間隔離される国もありますから、2週間隔離されてその後になって日本に帰ってきたら自宅でね、検疫しないといけないから、普通のサラリーマンは行けないわけです。なのでそう考えると、なかなかじゃあ一般的にね、昔のようにじゃあ普通の人が行けるようになるっていうのは、まだまだ来年以降になるのかなって感じはします。これはワクチンが今開発が進んでると伝えさせていただいたんだけど、厚労省なんか確認させていただいて、大阪の私立大学かな、あれが今、開発を進めてるってことだし、海外での、ワクチンもね、今開発が進んでる、その中で日本も優先的にね、来年は一応オリンピックが開催する年ですから受け入れていくっていうのも、あるようで、そこまでね、私は例えば何年も海外に自由に行けなくなるっていうのはないとは思っています、自分のこの推測としてはね。で、その中で、以前のようにコロナ収束した後もね、なかなか最初は確かに控えると思うんだよね。コロナの出る前と、収束した後ではやはり確かに数としては少なくなるんだけど、客が入れなければ結局は利益入れないわけだから、料金はそういった意味ではもし客が、募集してもなかなか来ないばだんだん下げていくっていうこともあるし、他社が出していけば同じように他社に取られないようにと安くしていったり、何かコースを充実させたりするっていうのが見えてるかなって感じがするので、そこまでこの料金に関しては、気にすることないのかなって感じがして、この最後に書かれてる渡航見通しが立ったら旅行会社も競争の最初は下げるよう、最初はっていうか、下げていくと思います。で、2番目にね、いただいた質問ということで、また旅行会社同士でね、顧客の個人情報をやり取りすることはあるのでしょうかということでね、 A 社で1人80万円のツアーに行きましたと、すごい高いね、入れきましたね。この会社から同じような金額のツアーパンフレット届きました。これなら納得できます。ところが利用したことのない B 社から A 社と同じような金額のパンフレット届きました。 B 社は A 社よりも価格が安いツアーがたくさんあります。なのにわざわざ高額のツアーを送ってくるのか、その情報どこで手に入れるかさっぱり分かりませんということなんだけど、これはね、個人情報保護法の問題で、他社に売るってことはしません。だから何らかしらね、これどこからか情報を流れていると思う。皆さんが例えば何かね、昔はよくあるじゃないですか、アンケートね、アンケート書いてくださいっていうふうに言ってて、よく昔はなんか新宿歌舞伎町行った時もね、学生の時にね、まだ10代の時に
なんか変なシンピレみたいなのに、すみません、ちょっとアンケート協力お願いしますって言われて、で、ここにね、かあの住所とか名前書いてくださいって言って、怪しかったんですよ、その当時からね。俺は結構そこら辺詳しく分かるんで、で、いや、書かねえよって言ってやったら、したらなんかね、結構切れてきたんで、で、俺が切れてやって、こら、なんだこの野郎って言って、そしたら、5人ぐらいのチンピラ囲まれてね、で、やるのか来いよんだったらこの野郎って感じ言ってやって、で、まあ、どっか行っちゃいましたけどね、まあ、そういうことがあったんだけど、そういったアンケート商法ね、もしくはなんか子供の時に、例えばなんかよくね、自分の周りの、ね、同級生 の、 番号とか住所教えてくださいとか、なんかそういうね、教えて、なんか何にあげるかなとかね、いうふうに言って来たりするってあったんだけど、そういうのも詐欺だし、あとはね、昔はよく懸賞で応募すると、その懸賞の情報が、個人情報保護法の前はね、そういったものが流れていたんですね。だから、何らかしらどこかで、個人情報が流れてるんだけど、旅行会社が、しっかりとした旅行会社がね、そういうふうに他社に流すってことは絶対ないですね。まず、競合相手に流すなんてことは普通に考えてないですよね。こう、まあ、例えば、その個人情報保護法の時もそうなんだけど、前の時もそうなんだけどね。だからそう考えたら、どこかしらから流れてるのかなって感じはします。だから何かどこかで書いた場合ね、まあ普通は企業、普通の企業であれば個人情報保護法の観点から違反になってしまうので、今はね、昔は流すことあったかもしれないけど、今はないですから、何らかしらどっかのあれで流れてるんじゃないかなって感じはしますね。考えたら前なんかテレビ出演した時に、どっかのチャンネル制作会社があって、なかなかギャラが振り込まれなかったんです。で、その時になんかマイナンバーを送ってくれって言われて、なんでマイナンバーを送らなきゃいけないのかと思って、多分ね、俺それ売られたんじゃないかなって感じがするんだよね。で、その後なぜか、どころこの大阪のマンション買いませんかとかね、なんかいろいろこういう電話かかってくるんですよ。で、どっから俺は仕入れたのかって聞いたんですよ。そしたら、なんかはっきり言わないどころこの機関からなんとかとか言ったんだけど、いや、それ個人情報保護法のね、観点もあるから、しっかりそろそろさせてもらってもいいんですけどねっつって、でもういいからかけてくんなっつって言ってやったんですよ。で、そんな感じです。なので、そういったことがあるんで、どこかで情報が流れてる可能性はあるんですね。でそう考えたら、そのチャンネルの制作会社が勝手に人の情報を売ってたと、それは違反ですからね、訴えれるんだけどね。まあそういうことあります。だから、何かしら何かの個人情報を書くときはね、気をつけた方がいいんじゃないのかなって感じはします。怪しいところはね、そこはしっかりとね、した方がいいかなっていうのがあります。スキミングなんかもされるときありますかね、パソコン打ってるときなんかも、ね。そういった、まあ、よっぽど気をつけたら大丈夫だと思うんだけどね。そういったところ。もしくは、中にはね、お金でどこかの、勤めてるのがいて、個人情報を買いたいって言って、お金一人当たりいくらっていう感じで渡してる可能性もなければ、これは犯罪なんだよね、でもね。ということでね、今回ちょっと長くなりましたけど、質問いただいたものに対してはご回答させていただきました。皆さんも何かね、質問があればね、このような形で回答させていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。